なたいこです。今回時の和歌山で見たね、太陽技研のアムス JPEX あのタクどうしても欲しくて、なんと私買っちゃいました。それがね、今日この私の自宅に届くんです。吊るしない？これ割る。はい、お待たせしました。麻雀タクですやべえ人来たみたいになっとるありがとうございます、はい、待って、掛け声ないんですね。エッチステッチ越し業者みたいな。エッチステッチ男子よいしょ、すごい、おー。ではこれ組み立てるのって私がやるんですか？はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします教えてください。はい、これ組み立てって一人でできるんですか？基本的には2人を推奨させていただいております。ちょうどいいじゃないですか。はい、なのでお手伝いさせていただきます。お願いします。お願いします。実際これを購入したらこの形で届くんですか？はい、この形で届きます。そうなんだ。早速じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまずカッターやべえの出てきたの、ボケがボケがただやべえの出てきたの切らせていただきます。わかりました。私ハサミでいいですか？あ、はい、はい、お願いします。何が出てくるか、じゃん、マシュマロですか？いや、あの、クッション材。すげえ乗ってくれない。じゃあ、古田さん、お願いします。はい、すいません。じゃあ、重いの持っていただくのはちょっと申し訳ないので、今日二人でやらせていただきます。力が足りなくて。はい、中に入ってるものも簡単に説明させていただきますね。すごい、なんかジャパネットみたい。あのこのちっちゃい箱の方には小物だとか展望、あとパイが全部入ってます。パイ入ってる。はい、パイも入ってます。このパイも特徴的なのが、雀荘などで使われているパイよりも一回り多く使わあのさせていただいて、大きい。ちょっとそうですね、見やすい、持ちやすいをあのモットーに作らせていただいております。すごいね、丁寧に入ってますね、これも。そうですね、梱包が、はい、これもあの日本でチェックしてやらせていただいております。そのチェックの厳しさを知ってますから。そうですね、ありがとうございます。動画で上げていただいて。すごい、はい、で、工具もこうやって何工具、ドライバーとちょっと見てますよ。いしょ。それは組み立てに必要な。そうです。靴ですか？はい、基本的に組み立てに必要な工具、この工具さえ入ってんの？入ってます。じゃあ家で準備しなくていいですか？あ、もう何も準備しない状況でできますので。よかった、うち何もないです。あ、よかったです。これは何？これが足の支柱になります。はいはいはい、はいはい、どうしましょう。この部屋で座卓でやるのか立卓でやるのかを選べるんですけども、立卓になると椅子が必要になりますね。立卓、立卓ですよ。とりあえず立卓でよろしいですか？立卓で。あの立卓から座卓にするのも男性2人がいたら全然できます。余裕ですか？はい、じゃあもう立てましょう。はい、かしこまりました。そしたらあの中に出てるも、あ、入ってたもの全部出しましたので、今から組み立て開始させていただきます。おお。大丈夫ですかね。そしたらどんどん始めさせていただきます。まずは床面につける足を固定していくわけですね。はい、そうですね、下の部分からどん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 上に組み立てていきます。いや、これだけ太いネジだったらなんか安心感ありますね。そうですね、安定感はもう常に求めてますので、ぐらついたりだとかっていうのはないです。安心してご使用ください。タク自体の重さってどれくらいなんですか？タクが、パイだとかも全部含めたら50キロ、約50キロ、47とかかな。でもそれをしっかり支えられる足組みってことですよね。そうですね。パイを入れて、展望を入れて、はい、動作確認させていただきます。じゃあこれ、真ん中に持ってきてからのがいいですね。そうですね。で、我々の強みというのは全国に代理店さんがいることなので、他の中国宅だとかっていうのは、中には送り返さないと修理ができないので、段ボールを取り置いて置かないといけないとかっていうのがあるんですけど、あんなでかいの？そうなんですよね。
ただ我々の場合はその全国の代理店さんに依頼をさせていただきますので、修理だとかっていうことのために基本的には段ボールだとかっていうのはもう廃棄していただいても大丈夫な状況にしております。その後も対応してくれるってことですね。はい、力強い。そうですね、はい、そこですね、コンセント。はい、使わせてもらいます。どうぞどうぞ。何動くのかしら。今何刺すだけなの。刺すだけで大丈夫です。すごい、どっちも簡単じゃない。はい、そういうもんなのね。おお、え、もうもうこの子やっていけるってことですか。はい、そしたらパイだとか展望だとかっていうのをすべて入れさせていただきますけども、何万点持ちにしましょう。ねやっぱ2万5000点から、はい、2万5000点でいこう。パイはどうしますか。いや、最高点だから3万点かな。いや、でも世の中 M リーグ流行ってくから、あ、2万5000点の3万点返しで。返しまではないですけど。赤入りで。はい、1枚ずつですか。赤入れよう。いや、赤。いや、2枚ずつはちょっと5線過ぎるんで。1枚ずつでいいですかね。これどこでもいいんですか、入れるの。はい、今はせっかくなので一番最初なので綺麗に入れさせていただきますが、はい、基本的にはどこに入れていただいても全く問題ございません。それがいい、すごいですよね。こちら のスマホだとか入れられるケースなんですけど、こちらに入れるとさすがにちょっと読み取らないんですけども。なるほど、頭いいっすね。みんな大体持ってるもん、スマホとおしぼり。そうですね。展望は何点分入ってるんですか、これ元のやつ。何点分っていうか3万点、4万点持ちも対応はできます。いけるんだ、はい、それプラス、予備、要はちっちゃいものなので、はい、紛失する可能性も少なくはないので、その分も網羅してるつもりです。なるほど。で、はい、展望を入れたらまた電源を入り切りしてください。はい、そうすると今読み込んでますので、展望が出るのよ、家庭で。問題はね、音なの、音。いや、いいよ、はい、これくらいならもう全然、うるさくないでしょ。すごいよね、これ。おお。このボタンのね、押し心地すごい程よいの。あ、まだみんな押せないけどね。全然いいじゃん。素晴らしいよ。このクオリティがお家でできるなんて。1万2千点です、はい、うちの初上がりが1万2千か。いいでしょ。よかったです、参りました。さあ、この JPEX 私の家にやっと届いたんですけど、設置からこの動作までかなりスムーズで簡単でしたね。あ、ありがとうございます。使ってみた感想なんですけど、はい、ちょっと大きいかなと思ったけど、1曲で全然慣れるし、逆にこれは見やすい。そうですね、うん、しかも重くない。だからこれは今後いろんなご家庭にかなり普及していく画期的な点数表示ありの、はい、そうですね、弊社としても一押しなので。これがおいくらなんですか。ズバリ税別ですが24万8千円になります。24万8千円点数表示ついてて、家庭用で20万台になれたんですか。そうですね。なんか悪いことしたんですか。いや、じゃあ設計の方を見直させていただいて、この24万8千円という価格にさせていただきました。パイも展望も、しかも展望はどこに入れても大丈夫な、そうですね、この画期的な機能も込みで、赤灰も入ってるし、ハンド灰もあって、サンマの設定も変えられるし、全部何でもできて24万8千円。はい、思う存分麻雀を楽しんでいただければと。そうですね、はい、みんなどこでももう
これがお家に1台になったら外に出ませんもんね、みんなね。もう24万8000円はありがたいんですけど、せっかくなんか発売記念だったり、はい、うちにも来たし、なんかもうちょっとなんかサービスないですか？サービスですか？なんかこう気使ってもらえるとこっちも嬉しいんですけど。そしたら、この動画を見てくださってる方限定になるのですが、はい、いいの？そんな美馬さんの権力でそんな一言で大丈夫なの？何ができるの？あのタクカバーを先着10名様に、はい、はい、プレゼントをさせていただきます。え、美馬さんそんな権力者になったんですか？ありがとうございます。しました。タクカバーってホコリかぶらないようにこの上にこう敷いておけるカバーですよね。はい、はい、そうです。しかも今回はあの10名様限定ということで、私もこの記念すごく嬉しいし、せっかくのね同じお揃いのタクゲットしてくださる皆様ということで、この10名様のタクカバー私全部手書きでサインを書かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。拍手旋回。というわけでタクカバー、これはいいですね。はい、専用のサイズってことでしょ？そうですね。いや、買いに行く時のサイズ測ってそのたるいですもんね。あれば便利。タクカバーもぜひ先着10名様ゲットしてください。何色なの？グレーになります。今流行りのグレー、皆さんぜひこのグレーもゲットしてうちとお揃いにしましょう。このタクを使ってぜひ皆さん素敵な麻雀ライフを楽しんでください。バイバーイ。